こんにちは、土屋パフォーマンスです。今回は重大発表があります。それは前回ご好評いただきました BC4 自動プレゼントキャンペーン2年ぶりに帰ってきました。お待たせしました。はい、まあ、サムネでバレバレなんですけれども、ちょっと去年は開催しなかったんですけれども、一昨年12月に開催した BC4 自動キャンペーンを今年もさらにやってしまおうかなと、そういう企画でございます。まあ、前回のキャンペーン見てくださった方とか応募してくださった方はもうご承知の通りだと思うんですけれども、まずすごくざっくり言うと、アンケートに答えるだけで BC4 自動どなたか1名にあげちゃいます、そういう企画です。でしかもこれ安いやつだけねとか、そういうケチケチした企画じゃございません。ちゃんとご希望のサイズ、ご希望のデザイン、ご希望のフィニッシュで当選者の方にはお届けいたします。というわけで今回はちょっと2年前とちょっと違うところだけサクサクっと説明させていただけたらなと思います。で基本的にはそのどういうところで作ってるかとか、どんなホイールかとかっていうのは、まあ、見てくださってる方ほとんどご承知の通りだと思いますし、あとは何それ初めて聞いたよって方は2年前のあのプレゼントキャンペーンの動画を見返していただければ、まあ、こんなホイールでこういうところで作っててこんなクオリティですよっていうのをあの喋ってますんで、ぜひそちらを見てみてください。でちょっと2年前と違うところとしては、もうすごくネガティブなところから言うと、めちゃめちゃ値上げしました。っていうのはこれ BC4 自動に限らず、まあ、アルミとか、まあ、車の部品全般ですね、原材料費の高騰でかなり値上げになってしまっています。だから逆にあのお得度で言ったらもう前回よりかなりお得になってるんじゃないかなと思います。であとはデザインが2年前とだいぶ追加になりました。なくなっちゃったデザインなんかもあるんですけれども、新しいデザインをこう定期的に出すっていうのも BC4 自動の特徴ですんで、これも割と新しいデザインじゃないかな。このフランジを厚く取ってるこんなのが新しく出たりとか、この辺も割と新しめのデザインだったりとか、どんどんこう新しいものを作り出してってる BC4 自動なんでございます。そしてカラーの方も、まあ、追加したりなくなったりいろいろしてるんですけれども、ちょっと2年前とは少しラインナップが違うんで、まあ、久しぶりに見たなっていう方は、まあ、ちょっと見返していただけると、ああこんなのになってるねっていうのが分かると思います。であとは一応2年間の間にいろんな車種が増えてきて、もういろんな車種にもおかげさまで BC4 自動全国履いていただいておりますんで、まあ、いろんな組み合わせが出てますんで、まあ、検索していただけたりすると、まあ、新しい車種に新しい組み合わせなんていうのもいろいろ出てくると思いますんで、ぜひ見てみていただけると、こうどんどんイメージが広がるんじゃないかなと思います。今回のキャンペーンなんですけれども、まあ、クリスマスプレゼントの代わりにやらせていただいたらなと思います。というわけでツッチーサンタがホイールをなんと上げちゃうっていう、まあ、僕の全然あのお財布からはお金出てないんですけど、会社のお金なんですけども、プレゼントしようっていう、そういう企画です。で今回ちょっと当選者の発表の仕方も前回と変えていこうかなと思います。で前回はアンケートにメールアドレスを記入していただいて、それを僕が抽選させていただいて後日ご連絡っていう形だったんですけども、今回はアンケートの方に電話番号を記入していただいて、それをライブ配信で当選発表させていただこうかなと思います。でちょっとライブ配信24にやろうと思ったんですけど、多分24もしくは25カレンダー見たら25土曜日なんで、そんな日にちにライブ配信見るっていう方も多分いらっしゃらないと思うんで、ちょっと前倒して22日水曜日にライブ配信で発表したいと思います。というわけで電話番号アンケートに記入忘れずにしていただくのと、あとはライブ配信で発表しますんで、繋がらなかったら当選無効とさせていただきます。あとちょっと言葉が通じなくても当選無効となりますんで、一応電話をして電話に出ていただいた方でコミュニケーションが取れた方、はい、意思の疎通が図れた方当選とさせていただきます。というわけでちょっとアンケートだったりは動画の概要欄にもリンク貼っておきますので、ぜひそちらから応募してみてください。で基本的には応募条件ありません。どなたでも応募いただけます。ただ特殊な車種だったりだとか作れるサイズなんかもありますので、まあ、その範囲でにはなりますけれども、まあ、基本的にはご希望のものがプレゼントさせていただけると思います。ぜひぜひ皆さん振るってご応募ください。というわけでツッチーサンタが告知させていただきました。繰り返しになりますけれども、動画の説明欄の方からぜひ皆さん応募してください。というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録してない方は多分いらっしゃらないと思うんですけども、もし万が一いらっしゃったらチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。